昼間もみんなお仕事の人もいるかもしれないですけど、いるかなって思って土曜日のお昼に始めてみました。しかも今日公演もないの、公演やってるのか今日もって思ってみたらなかった。キンキンに冷えてやがるぜカイジ。土曜の配信久しぶりです。久しぶりみんな、つむスケボーの動画楽しみにしてます。ありがとう、昨日も載せたし今日も YouTube ショート動画に載ります。昼ご飯買ってきました。私も今からお昼ご飯食べます。昨日の夜パパが作った焼きそばの残り、私は昨日の夜食べてないんですけど、昨日の夜何食べたっけな、あそうだ、我慢できなくて外で食べてきたんだった。昨日はいつもより帰りが遅くて、今から帰って夕飯家で食べるのもなって思って、もうお腹空きすぎて一人でパスタ食べてきた。じゃん、パパ特製焼きそば、多分ソースから味付けしてる。いただきます。パパがこの太麺、スーパーで売ってる何のあれか忘れたけど太麺にハマってるらしくて、夕飯のお供に焼きそば食べたりしてるんですよ最近。本当に食欲が怖い。パパのママが作った夕飯プラス自分で焼きそばみたいな久しぶり焼きそばいただきます。焼きそばってさ食べなくなったな一人暮らしにしてから。でもなんか土曜日のお昼とご飯とかに出てたイメージ実家で。いただきます。パパ食べ盛りうん、まっ、太麺うまい。なんかお祭りの味、甘めの好きな味。いつも稽古場ついてからお昼を、稽古場でお昼食べたりするんですけど、今日はお家で。焼きそばを箸で食べるのかフォークで食べるのか結構曖昧なぐらい焼きそばあんまり食べない。箸か、お祭り箸だもんね。うん、箸持ってくるとき、あれ箸、焼きそばって箸だっけって思った。箸だ。でも昨日食べたパスタのお店は一人で、箸だった。和風パスタの店で、鶏も焼きそば食べよう。焼きそばって絶対冷蔵庫にあるもんなのうまー、焼きそば。うんうん、ありがとう。もぐもぐ配信、お祭りに食べる焼きそばの美味しさ以上ような、わかる。いやでも結構お祭りに負けてないてか、お祭りより美味しい今。細い麺の焼きそばあんまり好きじゃないかもれな。マヨネーズかけると、うん、うまいよね。
でもなんかかけないでも美味しい。髪伸びた。で昨日結構順調です。でもやっぱ投資を最近やるんですけど、通してみて分かることがめっちゃあって、ここもっとこうした方がいいとか、まだ全然本番までにできることたくさんあるって感じで、いろいろ変わったりしてます。やりながらも本番も、パスタ端の方が食べやすい説。うん、ラーメンみたいにってすすっていいなら端の方が食べやすいと思った。昨日食べたパスタめっちゃラーメンみたいに食べちゃった。食べやすかった、うまかったな。生姜は乗せる派乗せない、生姜乗せない派。小さい頃は避けて食べてて、最近は食べれるようにはなったけど、なくていい。そう、昨日通しで衣装着て髪もセットしてやったんですよ。弱めに写真送ったんですけど、昨日送ったモバメの写真のツインは地毛です。私ビジュアル撮影の時はエクステつけてたんですよ。地毛にさらにエクステみたいな感じで伸ばしてたんだけど、ビジュアル撮影の時エクステなしでツインしてみたらちょっとバカみたいなことになっちゃって、子供っぽすぎちゃうっていうか3歳児みたいになっちゃって、うまい焼きそばだから、そうウィッグエクステつけたんだけど、昨日久しぶりに結んでみたら、え、なんかエクステなしでいけるんじゃない、なんならない方がちょうどいいんじゃないってなって、あれ撮影したの今年なんですけど、ビジュアル私本当に髪伸びるの早いらしい、早いみたい、びっくり。だから地毛でいけたの。うまーん。髪質めっちゃ綺麗だから個人的に好き。うん、確かにね、ストレートロングが映える。本当に伸びるの早いらしい、びっくりした。もうほぼロングじゃん。え、私この前までボブだったよね。全然伸びないって悩んでた気がする。あ、伸びないってか早く伸ばしたいって言ってた。本当に早く伸びた。髪色もいい感じ。確かに落ちた。なんか舞台出演する中で私一番明るい気がする。一番年下なのに、銀役、妹役なのに。
ひなたが一番明るかった。うまい。最近甘いコンビニスイーツとか食べなくなった。アイスもなんか前より食べてない。新潟行った時毎日食べてたのに、食べないで行けるようになったこの舞台期間で。でもその分舞台中稽古中にお菓子食べちゃう。でもお菓子って言ってもこう空気わかめとか、まあ、チョコレートはチョコレートは絶対必要なんですけど、うん、最近グミにするようにしてたらグミが好きになって、グミめっちゃ食べてる。グミって太らなそうじゃない？どのぐらい前の、胸ぐらい、下ぐらい、どうせここまで来たなら。雨やだな。もう来週早い。今年の夏はどんな髪？ハイトーンしたいなって今は思ってる。でもな、後処理じゃないわあとキープするのが大変なんだよね。この間のメロンのはマルエッツで買いました。私の好きなグミはシャリモニーグミ。でもあれ結構なんか太りそう。あと中に果汁が入ってる系のグミが好きで、最近見つけて、多分本当に東京にしかないんじゃないかってぐらい見たことないグミなんですけど、メロンのグミで、あ、メロン、またメロンだ。メロン大好きなんです、私。メロンって高いけどさ、お菓子になるとさ、手頃に食べれるから。サラダチキンも食べていいですか？とちょっと足りないと思って今日筋トレしようと思ったんだった。配信終わったらしよう。いや、これはやらないパターンだ。私今日はやらない日だ。いただきます。このサラダチキン、サラダチキン界で一番美味しい、好き。3個入りのやつ。何個だっけ？プレーンです。めっちゃ鶏の、まあ、鶏肉なんだけど、鶏感がすごい、チキン感がすごい。一回食べてゴム入ったよ、ありがとう。焼きそば食べてサラダチキンってなんかすごい生活味を感じるね。人間味を感じる。
私はね、フライチキン味付けよりシンプルなプリンが一番好き。これ麦茶にめっちゃ合うんだよね夏に麦茶飲んでって気づいたんだけど、サラダチキンと麦茶めっちゃ合うんですよ。食べて飲むみたいな。変でしょ。サラダチキン食べて筋トレのこと思い出した。アスリート気質ある。うまい。これね、しょっぱいの結構、それが美味しい。うまい。全然3個ぐらい食べれちゃう。これサラダチキンって結構飽きるじゃないですか。コンビニに売ってるとでっかいのとか、ほぐしてあるのとか、これも本当に飽きないんですよね。お菓子みたいな味する。しょっぱくて、ボトルじゃなくても何でもいいです。あったかい麦茶でも冷たいのでも。高タンパクで脂質もほぼない。そう、え、グミもさ脂質ゼロなんでしょう。すごいよね、あんなに美味しいのに。ツバメシにスケートパークね、見ました。ツバメシめっちゃ3個目ぐらいじゃない、今年もう2個目。水ベリングパークはね、あ、三条だった、それ燕市か、違うのか、燕市と三条。三条にできたパークも室内の行きたいと思ってまだ行けてない。インスタ見たらすごいローカルの人たちがすごいめっちゃ混んでるなって思って、ちょっと行くのちきって三条行ったんだけど、この前にちょっとちきって、そこじゃなく、新しくできたそこじゃなくて水ベリングっていうパークに行ってきたら、まだセクションが置いてなかった。冬の期間みたいな感じでもう置いてあるのか。ツバメ市ね、もうツバメ市も三条もね、上越のパークも行ってみたいんだけど遠いのよ全部。上越のパーク本当に行きたい。室内にあってめっちゃ面白そうなセクションが、めちゃくちゃ怪我しそうな感じする見てて。私にはガードがあるので、プロテクター。佐渡にもさ、パークがさ、できる作ろうみたいなさ、教会ができてたのを見た。でももう私は新潟市内にできる、あのエコスタの近くにできる、7月にできるパークが楽しみ。でもな、プロの人とかめっちゃ来るんだろうな。市が設立、県立して、県立っていうののパークだからさ、絶対国際大会とかさやると思うんだよね、そこで。でも村上市でもプロの方がいても、全然端っことかで滑ってたぐらいなので多分大丈夫です。上手い人たちに書いても負けじと滑りますう
そうでも結局野外だから雨の日はどうしようってなるけど、楽しみ。毎日行くかも。そしたらめっちゃ上手くなっちゃうかも。ねえ、やっぱさ、本当にオリンピックからどんどんパークも増えてってる気がする。だからちゃんとパークでやる人たちが増えたらいいですよね。道端でやらずに。インスタのスケボー編集買って。トゥルッテ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 。バンタッ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 。でもね、すごい考えたんですけど、なんでやるんだろうって。道端で、まあ別に全然あのやることやる場所がないから仕方なくっていうこともあるかもしれないけど、やっぱ学生の人たちは金銭的にもパークに行くあれがっていうのとか、車がなかったりとかさ、いろいろ理由があるんだろうなとか思いながらも、でもやっぱ近くにできたら行きやすくなるから、パークでやる人が増えたらいいなとか思ってた。マリオの映画見に行きたい。やってるの今。マリオって喋るっけ。マンはミーヤしか言わなくない。BGM のチョイス良かったでしょ。そう、なんかパーク可愛い、カラフルで可愛いなっていうので、リール作るとき、動画を作る前にまず音源を探すんですけど、リールをシュッシュっていろいろ TikTok みたいに流していいなと思ったの保存して、それで動画作ったりするんですけど、別のアプリで音ハメが一番難しい。気にしないで作ることもあるけど、今回はちょっとだけ意識して、プロンプロンプロンのところ段差下がるやつに合わせてみたりしてみたりしたんだけど、最初のトゥルッタルットゥルッタがさ、板をポンポンポンってやってる音とめっちゃ全くフィットしてて、全くフィット、それ全然意識しなくてたまたまなってたので、乗せてから気づいてびっくりした。タラッタタラッタプシュッって板出てくる。バッチリ。南大沼にもパークあるんだね。マリオ情報初耳。私本当になんか怖いぐらい情報、外のニュースとか情報に疎いくて、よくそれで外に人前に立つ仕事やってるのに、よくそんな知らないでいれるなって自分でも結構思うぐらい本当に知らなくて、情報を見ないんですよ。ツイッターのトレンドも見ないし、全然自慢じゃないし、 見た方がいいと思うんですけど、TikTok も見なくて。まあ映画は別か、別に。でも映画もニュースになってたりするじゃないですか、トレンドとか。そういうのに気づかずに、なんか知らん間に映画が公開されてるんだ。マリオやってるの本当に知らなかった。見てみたい。音源使わせていただいたし、ゆでっけめっちゃ可愛かったでしょ。あれレスケのもう3枚連続レスケ使ってる。可愛い。あの一番シンプルな、あのハートのカラフルなやつもカラーずっと同じブランドで、前回の犬のピンキーワンちゃんのやつもレスケで、今回もレスケ。レスケは結構新しいブランドなんだけど、結構若者向けに作られてて、最近来てる多分ボードだと思います。
今大変話題になっています。そうなんだ、怖いね、それ知らないって。ショールームコメント欄で情報提供しなきゃ。お願いします。ちょっとニュース LINE ニュースだけは見てます。 LINE ニュース、まあ開いて記事までは気になったのしか呼ばないけど、 LINE ニュースは通知取ってなんか開いて気になったなったら見てって感じ。編集好き、嬉しい、頑張るね、これからも。全然編集に時間使ってる時間が苦じゃないんだよね。だから向いてるのかもしれない。YouTube 始めようかな。いや無理、 YouTube は本当に大変。ショート動画でもこんな時間使ってるの。まあやってみてって感じで、チャレンジ精神で始めました、ショート動画。どれだけ大変なのか、本当に載せていけるのか、今は週1で載せようって思って頑張ってますけど、継続は力なり。5月7日の喋り会で聞かざるじゃなかった。なんでそんなこと言ってました、言ってたっけじゃなくて言ってました、今知ったじゃなくて今思い出した。ごめんなさい、忘れてた、めっちゃ忘れてたけど、みんな忘れてたよねみんな忘れてた、私は忘れてた。忘れてたわ、途中で生誕って生きるってことになって、それしか頭になかった、ごめんなさい。でも新しいデッキにしたし、新しいデッキに どうせすぐ汚くなるんだよな。スケボーのショート動画を載せていくっていうのでショート動画始めたので、自由にできてるわけじゃないので、私もそういろいろ相談して、大人の方と、公式なのでね、自由にできるわけじゃないんですよ。自分で載せてなくて、載せるのもスタッフさんに提出して載せてもらってます。じゃあそろそろ終わりにしたいと思います。インスタストーリーを楽しみにしてます。インスタも載せるね。今日こう、あのアスニアイドルアカウントの方にリールを載せようと思ってるんですけど、大傑作ができたので、大傑作っていうか、もう本当に幸せな私が幸せな動画を、私が幸せな気持ちになった時の動画をリールにして共有するので、みんなそれ見て幸せな気持ちになってください。もうさ、完成してから嬉しくて、もう50回ぐらい見た、毎回お家作るのさすがです。落ち着くんなきゃさ、なんかもうさ怖いんだよね、怖いよ、嘘落ちを考えちゃう、なくて大丈夫かなって不安になっちゃう。髪さ、サラサラだけどやっぱりさ傷んでるよ最近、気づかないで私は思ってるけど、サラサラだと思ってください。じゃあ終わりにします。こんなところにさニキビができたのさ、人生で 2、3回目。頭ぶつけたところ見て、内出血してる、マジで痛い、こうやって
こうやってやるだけで痛い。本当に痛かった。思い出したらもう痛い。こうやって寝てたのに、起きるとしたらこうじゃないですか。こう寝てたのに、この目の前にあった壁になんか夢見てて、びっくりして起きて、カンってやって起きたの。そんなことある？痛かったマジで。血出たと思って、しばらくもう怖くて見れなくて、え痛いみたいになって、鏡見に行ったら普通にめっちゃコブになってて、もすぐ冷やしたからタンコブは治った。え、可愛いのこのエピソード。結構やばいエピソードだと思うんだけど、心配ありがとう。私も心配、痛いし、なんかめっちゃ痛いしありがとうございました。じゃあスクショしますね。ありがとうございます。ランキング読みます。13位からだよね。13位 F 健さん、12位竹めぐさん、11位ミスターさん、10位レイヤーの土方さん、9位ハルポンさん、8位マンナジャーさん、7位ジョンさん、6位リックン、5位ヌックン、4位赤シャチさん、3位ビッグラブ子さん、2位セイジレイナさんがとても心配ですさん、1位しゅうちゃん、ありがとうございます。それでは今日も頑張りましょう。午後も頑張ります。みんな一緒に頑張ろう。おー、バイバーイ。